皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回のミニカー関連動画はですね、ダイソーで見つけました。これダイソーなんですよね。ね、こちらもダイソー。これね、どんぐらいの大きさか、まあ、書かれてないので、ちょっとね、実際のミニカーと比べてみようかなと。で、これね、最近入荷したんじゃないかな、6種類こうあるみたいな感じで、まあ、赤とかが好きなんで、この赤のやつをね、ちょっと買ってみました。この中の1台ね。で、クオリティはまあ、そんなに期待はしてないんですけれども、まあ、皆様にね、ご紹介する感じで、行こうかなという感じです。で、これね、まずはパッケージを、全体を見ていただきたいので、こうやって横にします。こうだとね、全部入んないんですよ。こうだと入りますので、これ、スマホを横にして見ていただければ、全体が見れると思います。こんな感じですね。こういう感じです。はい。で、後ろはこういう感じですね。道路セット、ダイソーさんのですね。で、まあ、プラモデルみたいにね、ライナーっていうこの枠に、取り付けているのを自分で切って、そこにシールを貼ってくださいというスタンスですね。はい。で、こういうのができる感じです。もう、これで見る感じはなんか64分の1とかに合いそうな感じもするんですけどね、どうでしょうね。まずはこの、その前に、こちらのね、ミニカーがやっぱりちょっとね、クオリティが気になるんで、ね、かなりこう、まあ、ここもう、なんだっけ、ブリスターとか何にもないです。箱だけです。まあ、コストダウンを図るためにね、そういう形にしてあるんだと思います。はい。これもちゃんとダイソーさんですね。ちょっと開けてみましょうか。まあ、バリバリとね、これだったら開けてもいいんですが、ちょっと、あら、これで開けるけど、あら、入らんかな、ここで。あら、何やってんだ、この。入れなさいよ。あら、これ入らんか、入らんのか。あららら、入らんのか。よいしょ。ああ、これはバリッと破った方がいいね、もうこれね。もう100均だしね、破って全然問題ないでしょ。あら、開かないね。あ、開かないね。これビニールテープがしてあるんだ。そら、開きまへんわって感じですね。アホやな。ということで、ボーンと出てきました。あ、カラーリングはいいんですが、あ、顔はね、塗ってあるから大丈夫。ただし、後ろは、まあ、ノーメイクですね。まあ、ね、ホットウィールさんでもね、何？ベーシックはね、全然塗られてないやつ結構ありますからね、まあ、問題ないでしょう。ね、逆にこういうのホイールが好きだとか思ったら、ホイール取りにね、いいかもしれませんよ。カスタマーの方は。大野はそんなめんどくさいことはしませんから。こんな感じですね。あ、顔つきはね、いい感じじゃないです。ここのね、下を自分で墨入れたらもう、いいんじゃない？いいと思いますよ、これ。で、ここも、あ、ガラスは左右開いてる感じの、感じですね。ここにね、ちゃんとラインがあるし、中の一応形状もしっかり作られてるからね、パッと見のこういう角度とかで見ればね、全然いいんじゃないですか。うん、ホットウィールだよって言われればわかんないかもしれませんよねそんなことない、大野的にはもうね。いや、ホットウィールさん最近ね、すごいこう、ベーシックでも頑張られてるんで、そう言うとね、語弊があるかもしれないんですけど、まあ最近でもね、顔なし、ケツなしとか結構ありますからね、ダイソー、あ、でもこれダイソーオリジナルなんですね、きっとダイソーって書いて、まあ、元ネタはあるのか、わ、逆にこれすごくないです。プラスドライバーで、止まってるんですけど、2箇所じゃなくて3箇所で止めてるんですよ。これは逆にね、これをネジをつけるだけでもコストが逆にかかっちゃうんじゃないの、1個あたりね。いやけど悪くない顔つきじゃないですか。うん、ちょっ
ワーゲンバスと比べてみましょうか。ワーゲンバスがね、実際ちょっとちっちゃいスケールといえばちっちゃいスケールなんですけど、だいぶでかいですね。うん、60分の1とかその辺かな。かなりでかい感じがしますよ。はい、タイヤもでかいね。タイヤもでかいでかい。だからね、こう向きか。向きは同じだな。タイヤのホイールベースもかなりね。まあ、けどこうやってパッとね、比べて置いといても大丈夫でしょう。ちょっと1倍にしましょう。ボン。ね。こう、なんかこう、遠近感がね、何にもしなくてもこう、こうやって置いといたらね、もうほんとホットウィールだよって言われても全然違和感ないでしょう。ここにラインもあるしね、こっちの横にもラインがあるし。まあ、これはこれで面白いんじゃないですかね。ね。ということで、こっちを終わらせて、この標識セットがね、実際どういうのかっていうのがね、かなり気になる感じですよね。これ開けましょう。いつものね、ミニカーとかと同じで、大の開けで開けるかな。まあ、やっぱりしてあげようか。ね、どうせならこれだけバリバリっと行くわけにはやっぱりね、かわいそうでしょ。でここまで行ったら終わり。大の開けっていうのはね、裏をコの字にカットするやり方なんですよね。まあそれ動画で他ちゃんと大の開けの動画も上げてますので、まあよろしかったら見てください。よいしょ。今回はこの標識セットを組み立てないといけないですよね。で、この字にカットしましたら、下を蓋のようにして開けます。まあ、ダイソーのこれにわざわざ大の開けが必要だったのかっていうのは、これけど、後ろもね、この、使えるような感じになってますね。なんか、写真撮りとかができるようになってるのかな。へー。で、これを取り出して、シールも取り出しました。はい。どれがいいかな？信号機がさっきあったような気がするんだけど、信号機ありますね。これ、シールの裏は、ステッカーって書いてありますね。おもろいね。ステッカーって書いてあります。空車満席、パーキング。ここの縁石じゃない。なんか、あれもあるな。これ、説明書は、こんな感じか。こんだけのものがあるよと。ほうほうほう、信号機とね。この信号機もあるね。それはどれだっていうのは、これ、自分で一生懸命探さないといけないんでしょうね。はい。パーツ構成としては、1種類、2種類、3種類に分かれ、4種類に分かれてありますね。はい。で、大野が1、コーン。これコーンのやつか。コーンのシールですね。コーン。コーンいいなぁ。コーンから行くかなぁ。コーンちゃん。コーンちゃん。ちょっとコーンがなんか気になるんで、コーンを。よいしょ。よいしょ。コーンを。これけど、全く説明書がない感じだから、まあ、プラスで何歳以上？ 6 歳以上？いや、もうちょっと上じゃねえかな、これ。ないんですかね。なんか、結構、難しくはないけど、勘が鋭い子供じゃないと、ちぐはぐなもの作りそうな気がしますけどね。違うのかな。大野がチグハグを作ったりしてね。いやいや、そりゃダメだろうみたいなね。よいしょ。はい、まず1個目コーンが作れました。はい、まあ簡単かな。まあ小学生の1年2年は無理だけど、3年生以上だったら大丈夫でしょうね、これ。きっと。やば、よいしょ。シールがね、結構強めのシールなんで、剥げそうじゃない感じがしますね。こんな感じですね、コーンが。このミニカーと合わせても、ちょっとでかいかな、やっぱり。ち
ょっとでかい感じはしますね。信号機はどれだ？あ、信号機がこれ？これだけど、大野が、あ、タイマーが鳴りましたね、今。これ、信号機の縦の信号機はどれだ？これは横の信号機だろ？え？ないくない？あれ？ないよね。1,2,3,4 しか。ああ、また鳴ったね。これね、ちょっと一回止めていいですか？洗濯の途中なんです。ごめんなさい。はい、すいません。はい。洗濯機がね、はい、終わったよみたいな。終わったよっていうかね、夏場なんでちょっと二度洗いしたいなと思ってね、タイマーかけてて、すすぎぐらいまで終わったらね、もう一回洗い直そうみたいな。そんなの大野はどうでもいいよって感じですね。あれ？これ違う？あ、これが縦か。これが縦ですね。こいつが縦でした。はい、こいつを。よいしょ。これはね、やっぱニッパーがないと綺麗に作れないんじゃないかな。これ、どっちがどっちだろうな。この台座はどっちを使ってもいいと思いますけど、大きさから考えたらこっちの方がちっちゃいし、こっちの台座でいきましょう。多分間違いないです。大きさは穴は同じぐらいかな。いや、ちょっと若干違うのかな。で、これをここにつけますが、あ、これシールをね、先に貼った方がいいですね、こういうのはね、やっぱり。で、これを、よいしょ。あ、両方取れちゃった。両方取れたけど、まあ別にピョンと剥がして、ちょっとここにもう一回つけといて、で、これって今信号機、あ、そっか、赤が上なのか。今ふと気がついたですね。本物の信号機って赤が上でしたっけ？止まれがね。うん。よいしょ。なんか変にね、意識して信号機の止まれとね、青と赤がどっちが上かとか気にしたことないから、まあ、こうやって改めてね、シールとか貼ると、上が赤だったんだと、こう、改めて認識しますよね。で、これをギュッと入れます。あ、安定率はまあまあいいですね。けどかなり大きさがやっぱりでかいですね。縮尺が24分の1とか、いや、そこまで大きくないな。けどこれには大きすぎますね、どう見てもこのコーンもね。ということで、あとは何を作ろうかな。あとはやっぱり止まれがいいかな。止まれ、止まれくん、よいしょ。止まれちゃんを作ってみましょう。お、なんだ、あ、これか。止まれを、これはまあどれも同じでしょうね。よいしょよいしょ。止まれ、止まれ、あれ、これ止まれって、あ、片面しかないんだ、これの場合ね。普通は両方、いや、普通も片面か。そうだよね。もし一方通行で来たとしたら、止まれがあるのは一方、こう、まあビューッと走ってきたらね、こっち側からしか見れなくていいから、これもちょっとなんか改めてこうやって見ると勉強になるな。こんなことで勉強になってどうするんだみたいなね。よいしょ。あ、ずれてるずれてる、いやー、やばい。あ、こういうのでずらし、ずれててどうするんだよみたいな。あら、あらららよいしょ、これで OK ね。うん、これでギュ。これね、今考えたら縮尺どころの話じゃないよね。これとこれ見ても、いや、これは同じ縮尺なのかな。ちょっと疑問があってたりもしますが、しますが、これは、あ、これが電車か。これ、この斜めになってるのがね、踏切がありますよシリーズですね、これね、きっとね。これね、
めちゃくちゃ全部作ったら長くなるんで、この辺でやめましょうね。とりあえず、まあ、これぐらいの縮尺ですよっていうのは、だいたい今大野がねこれ作ってるのを見てもらってわかりますよね。はい。だからまあ大きさ的にはこのミニカーはちょっとね60分の1ぐらいで、縮尺率はこういうちっちゃいのよりはもっとちょっと大きい感じですね。でこの踏切じゃなかった道路標識セットの方はちょっと64分の1にしては大きすぎますね、こちらがね。はい。このコーンとかもねこうやって見ると分かるんですけど、大きすぎますねすごいよね、車よりかなりでかい。だから実際はだからどうなんでしょうね、これのまだ2分の1ぐらいの大きさでも全然これにちょうどいいぐらいだから、どういうこと、64分の1の半分って言ったら32分の1、あーそっか、36分の1とか32分の1とかの大きさということなのかな。24分の1よりもまだ、24分の1よりはちっちゃいね、32分の1とか36分の1であれば、まあという感じの、はい、今回は、ダイソーさんのミニカー、こちらですね、ミニカーと、道路標識セットのご紹介でございました。はい。まあね、あの大野マニアじゃないので、別段ね、本当こだわりっつうかね、かっこよければいいんですよ、ミニカーとしてね、ミニカーが大好きだっていうことであってね、そういうことです。だからこれはね、前から見たら全然ありですよこれ。うん、まあそういう感じです。ということで皆様ごきげんよう。ここのチャンネル。